金持ちの転落っておもろいじゃないですか。血尿出ちゃうかもしれないですよね。血尿出ますよ、ね、もう倒産しますよ。本当ですね。はい、僕たち秒速で10億円溶かした男です。はい、はい、溶けたタイプ。いや溶けましたね。溶けました。はい、ちょっと僕いつかこの話したいなと思ってたんですけど、一、はい、うんうん、まあ、人でするのもあれなんで、うんうん、まあ、せっかく与沢さん日本にいらしてくれたんで、はい、ちょっとこのタイミングでしたいなと思ったんですけど、す、ね、はい、まあ、皆さん、うん、僕たち大損しました。はい、もうね、草も生えないですね。そうですね、燃えるもんもないですいや本当にね、最近僕よく海外とか行くんですけど、はい、マイルめちゃくちゃあるんですよ、はい、だからマイルで取れる時はビジネスとかファーストで行くんですけど、マイルで取れない時もあるじゃないですか、うん、はいはい、そういう時エコノミーで行こうかなとか、弱気になっちゃうぐらいなるほどですね。ちょっと今、はいはい、財政圧迫してました。圧迫してるっすね、まあ、圧迫してるってことでもないや、いや圧迫してるわけではないのかもしれないけど、やっぱ気持ち的にちょっとなんか節約しないとやばいなみたいになってて、はいはいはい、それも5月のね、はいはい、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、僕たち仮想通貨にめちゃくちゃ投資してるんですよ、はい、与沢さんはシンボルジムですか。ですね、それ以外にも投資してたんですけど、はいはい、23億から、まあ、今3億ぐらい20億円ぐらいは、まあ、まあ、僕もめちゃくちゃいろんなものに投資してて、うん、一時期今年の3月ぐらいかな、エバードームっていうのがすごいぶち当たって、まあ、一時期15億ぐらい利益出てたんですよ、うん、もう概算ですけどね。それが今多分もう1億ないぐらいになっちゃってるじゃないですかね2人で何十億とかしてるんですね。30億ぐらい行きましたね。そうですよね。3月ぐらいは調子良かったですよね、はい、うん、3月ぐらいまでは良かったですね。あの時全部やめればよかったんですよ、はい、そうですね、はいはい、でもやめれなくてずるずるもっと行くんだ行くんだ、もっと儲かる稼ぐんだと思ったら、まあ、5月にそうですよね、大暴落がありました。大暴落がありました、はい、テラルナショックって、ね、テラルナショックっていう、はい、仮想通貨の中のリーマンショックばりのすごいのがあってですね、今仮想通貨軒並み死亡しております、うんうん、あれに逆張りをしてるのを美咲が見てやっぱり変わってるなと思いました。変わってますよ、はい、まあ、あれでちょっ と、ね、はい、儲かったりしたんですけど、はいはい、でもやっぱり、まあ、15億がだって3ヶ月4ヶ月で1億ない、うん、もうさっき後で見せますけど、うんうんうん、はい、なんかね、煽って売り抜けたっていうことを、ね、そう、いや、そう、僕も言われてるんですけど、あのこれ皆さん本当に誤解なんで、ちょっとそれは僕たち仮想通貨を煽ってるとか、なんか煽ってみんなに買わして売り抜けてるんじゃないかという噂があったりするんですけど、これはみんな仮想通貨のインフルエンサーあるんですけど、まあ残念ながらですね、そういうことができてればね、こんな悲しくないんですけど、そうですね、まだ売れることもないですよねまだ持ってるんですよね。いやー、あれ売っといたらね、納税後だったとしてもものすごいもん買えてますよね。そうですよ、あの金額10億あったらなんかいろいろできたな。できたっすよね。引き際がわかんないですよね。はい、うん、いやー、ちなみに、はい、エバードームに投資したのっていうのはどういうところを評価したんですか。メタバースが僕来ると思ってて、はい、うんうん、絶対メタバースこれから来ると今も思ってるんですよ、はいはいはい、Facebook がメタ社に変わったりとか、はいはいはい、あと僕6月にペルーに行って、うん、シャーマンの儀式をやった時に、うん、あれ見た、本当にビジョンで見えたのが、はいはい、これからメタバース来るって。マジで、マジで見えたのよ。面白すぎる。まあその前にもちろんエバードも買ってるんですけどはいはい、はい、最近でいうと今ザナ、うん、ザナって、うん、あの日本の、ね、はいはいはい、なんか CEO がやってるメタバースプロジェクトが、うん、今すごいなんか注目されて、うん、伸びるんじゃないかなと思ってるんですけど、はいはいはい、僕はそのメタバースにじゃあかけようと思ってエバードームをずっと買って、はい、まあ、ザナも買おうかなと思ってたんですけど、うん、まあ買う資金も目減りしてるあんまり買わなかったですね今回。そうですよね、はい、もう怖くなってですね、はい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 、なんかザナって美咲君が言ってたから、はいはいはい、逆にちょっと聞いてみようかなと思ったんですけど、はい、そこまでまだじゃあ深く入ってないですね。僕は、はい、すごくいいなと思ってるし、はいはい、結局、うん、仮想通貨で日本が勝てるのって僕はメタバースだと思ってるんですよ、はい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 、なんでかっていうと、うん、メタバースってコンテンツ勝負だと思うんで、うんうん、例えばアニメとか、うん、漫画とか日本のそういう、ね、文化って海外にすごい受け入れられてるじゃないですか、うん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 、日本が勝つのはもうそれしかないんじゃないかな。要はコンテンツって圧倒的な、うん、強さがありますよね。優位性があるんで、はいはいはい、そういう意味では、まあ、ザナ、うん、ある意味日本初なんで、うん、すごい伸びてくるんじゃないかなって、うん、でいろいろなんか自治体とか、ね、うん、なんかいろんなところと提携したりとかいろいろやってるんで伸びるかなと思って、はいはい、僕も全盛期だったら多分5億ぐらい買ってたんですよ、うん、まあ、でもちょっと今回買わなかったですね。なるほどですね確かに財政状況は悪化してるかもしれないですね、まあ、買う気持ちにはなるな。はい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 、はい、そうですよね、まあ、なんかあの暴落前暴落後となんか生活は変わりましたか
好みを検討。生活嘘はつきたくないんで、正直言うと、そうですね、はいはい、別にお金に困ってるわけじゃない。確かに。別になんかそれでこういう暮らしが維持できないとかでは幸いないんです。やっぱり、うん、そのね、事業のキャピタルゲインがあるんで、うんうん、でもやっぱりなんか無駄遣いできなくなりましたね。そうですよね、うん、そこがあればなんか無駄遣いできましたよね。10億分ぐらいかな、買ってました。そうですよね、あぶく銭があればね、はい、それ俺も思います。え、ごめん、もう一回聞くと何十億なくなったんですか？20億はなくなってました。で、僕20億か、はい、僕ドバイなんで、はい、課税されないじゃないですか、はいはい、無税なんで、だから全然利確しちゃってよかったのに、はい、自分の場合はシンボルジムって言った手前、はいはい、それでほら売っちゃうと、まあ、今出た話ですけど煽ったってなっちゃうから、もう何ですか、心中してる感じで、はいはい、今もう売れないし、はい、出口いつにしようかなみたいな。そうですよね、はい、その残骸も売れないです。売れないんですよ。残骸も売れない。だからもう言うのやめようと思ってて。そうですよね。うん、ちなみに、はい、持ってるんですか？持ってます、持ってます。もうよく売ったとか言われるじゃないですか、はいはいはい、見せましょうよ。見せられます、全然。じゃあちょっと僕携帯取ってきます。はい、はい、全然見せられます。はい、しばらく見てないんですよ、僕ぐらいになると。どうですか？ちょっと待ってください。はい、もう見方も分かんない。もう見方も分かんないです、うん。これ何ヶ月ぶりぐらい見てます？いや、もうこれ僕3ヶ月ぶり、2ヶ月ぶりぐらい。本当に興味ないですね。はい、涼しい顔してあれですね、結構なかったことにできる能力高いですね、店。いやいや、そんなことないですよ。本当ですか？持ってないと思ってた。僕売ってると思ってました。はい、やっぱそうっすか。持っちゃってるんすよ。持っちゃってんだ。売っとけばこんなことにならなかったのにな。まあ、とんでもないことになってるな。リチューはすごいっす。え、1億あります？いや、ないかもしれない。3000万とかね。ちょっと待って、面白すぎんだけど。ちょっと待って、え、本当に言ってんのこれ。ハッキングされてないですか？されてないですね。エヴァードームか、ちょっと待ってください。私も楽しみに価格を見ます。久しぶり。うっ、え、こんな下がったんですか？1円割ってんすけど。そうっすよ、本当嫌ですよ。うわ、すごっ、30分の1になってんじゃないですか？そうですよ。でも今仮想通貨ってそんなもんじゃないですか。そうですね、もう全部100分の1とか50分の1とか、うんうん、めちゃくちゃなってますよ、うん、マジっすか、うん、え、シンボルはどんくらい下がったんですか？シンボルもクソっすよ、10分の1です。あ、はい、70円から今7円とか、うん、まあでもそんなもんですよね、はい、10分の1はもうザラでも30分の1、50分の1、100分の1とかも本当に、うん、だからこの相場で正直、まあ、言い訳じゃないけど勝ってる人はいないですよね、うん、トレーダーとかで、まあ、あるいは上で抜いた人たちですよね、うん、短期では分かんないですけど、ずっと持ってる長期ホルダーで、そうですね、もう勝ってる人は一人もいない。それは勝てないです、それは勝てないです、誰も、うん、ちょっと待って、見方もよくわかんない。もうエンターテインメントですよね、これは仮想通貨は。まあやんなければよかったですね。そうですね。うん、なんで確かにこんな下がっちゃった。なんでそんな下がったか。うん、まずそのもともとはあれなんですよ。最近ってその仮想通貨の市場ってビットコインとかもそうなんですけど、うん、アメリカの米株ですね、株式市場にすごい連動してて、うん、でこれを相関係数って言うんですけど、まあ、かつてないほどの最高の相関係数で 0.92、1だとまあほぼ同じ動きをしてるってことじゃないですか。それぐらい株式市場の影響を受けると、うん、で去年の11月からアメリカの FRB 中央銀行が利上げを開始したんですね、うん、でそこの利上げが、まあ、インフレがどんどん高まって物価が上がっていくから、それをインフレを抑制するためには利上げを しまくんなきゃいけないんですよ。それで最近だと3会合連続とかで普通 0.25% 金利上げるんですけど 0.75 ずつだんだんだんです、ね、上げてきていて、そこからまあ利上げすると株式市場ってまあ基本的には下がるんですよ。それなんでっていうと、まあ、金利が上がるんで、まあ、例えば預金しといた方がいいよねだったりとか、企業が融資受ける時の利払いが増えるんでコスト負担が大変になるから企業収益圧迫するから株下がるよねみたいな、そういうのがあって去年の11月からずっと下がり基調だったんですよ。でビットコインも下がってきてて、でそんな中でもともと状況が株式市場も良くないのに仮想通貨もね、そこにそのテラルナって言って、うん、アルゴリズムステーブルコインって言って、うん、ものすごい複雑な仕組みを使った、まあ、簡単に言うとステーブルコインっていうのがあるんですよ。1ドルのアメリカドルと相応する1ドル仮想通貨があって、それのペッグっていうんですけど、ちょっと難しすぎるんですけど、うん、その
固定レートが1対1が維持できなくなって、1ドルがまあ簡単に言うと 0.1 ドルみたいな感じに返りしちゃって、そこがまあすごいでかいところだったんですよ。簡単に言うとベンチャーキャピタルとかもみんなそこに投資してたりとか、そこの会社がいっぱい出資してたから、そこの会社がこけちゃったんで仮想通貨の他のプロジェクトにも波及して、スリーアローズキャピタルっていうトップ5のベンチャーキャピタルの一つが倒産したり、あと美咲くんも投資してたセルシウスっていう1兆円ぐらいの運用を行ってたセルシウスも破産したし、もうなくなったんですか？なくなりました。今いつの間にか。そうです、破産申請します。あらららら、よかった俺売り抜けてじゃないととんでもないことになってましたね。また多分チャプター11って言うんですけど、米国の破産法申請して今これから清算です。そんなことになってんすか？そんなことです。あとボイジャーデジタルとか、上場企業の仮想通貨関連上場企業も破産して、連鎖倒産なんですよ、ドミノみたいに。簡単に言うとテラルナが潰れたことで、そこから、そこに対してお金出資したりいっぱいやってた人たちが連鎖的にドミノで潰れた、だからまあ仮想通貨はリーマンショックって言われていて、でまあこの余波は大体今収束が 見えてきました。はい、そう、そう見えてきてます。まあ宇田さん、僕出ましたよ、はい、これ出ました。お、もうすげえ、とんでもないことになってますよ。これですね。え、こんなに役立っちゃったの？え、31万ドル？はい、うわ、31万3203ドルですね。そっかそっか、それが30倍あったわけだから、まあだ、12億とか、まあ、10何億か出ましたね、はい、まあ、ピークで多分15億ぐらいになってたと思うんですよ。そうですね、15円で計算して12億ぐらいなんですね。そうですね、今なんか4000万ぐらいになっちゃったんですね。そうです。これはあれですね、私のシンボルよりひどいですね。どうですか、じゃあもう、じゃあ次ちょっと、はい、ぜひ。これはまあ後で画像送りますけど、はい、この残ってる残骸ですね。はい、残骸が、はい、2億1930万5000円か、はい、で今 7.65 円で残高が2867万ジムとか、はい、これがだから18億もともとありましたね。18億が2億に、はい、2億になっちゃってますね。16億なくなったんですね。16億なくなってます。僕は多分マックス10億ぐらいが3000万4000万になったんで14億なくなりましたね、うん、合わせて30億ですね。そうですね。そうですね、10人分の商材減収ですね。まあでも仕方ないっちゃ仕方ないんですよ、本当に。そうですね、これはもうこういうのも含めて投資なんで。そうなんですよね、はい、残念ですね。でもね、3月に戻りたいですね。戻りたいですね、本当。投資っていうのはあくまで投資なんで何が起こるか分かんないですよ、でもやっぱりすごく上がってる時は強気になるんですよ、何でもできるんじゃないかなみたいな。今がちょっと辛いだけで、絶対戻ると思います自分も、はい、僕もまだ、絶対って言っちゃいけないですけど、絶対って言っちゃいけないですけど、言っちゃいけないですよ、信じてるんで。信じてますよね、はい、僕も信じてる感じです。それが僕はエヴァーウムなのかは分からないですけど、はい、絶対メタバース何か炸裂すると思ってるん で、 そうですよ、ね、いろんなもの買っていこうかなと思ってます。それはすごいいいと思う、はい、もう自分もなんかね、さっきに教えてもらって、メタバースの銘柄とかね、はい、やるかもしれないし、はい、その時にはじゃあまた笑顔で爆益しましたって撮りたいですね。そうですね、半年後とかね、